ビラール・ビン・ラバーフ・ワルイコール・ハバシーは、サハーバで、ムアジンの祖。ムハンマドが所有していた、黒人奴隷。ムアジンを目指す者にとっての聖人と言われている。普通は、より短く、ビラール・ビン・ラバーフ、または、ビラール・ワルイコール・ハバシーと呼ばれる。ハバジー家の祖。アビシニア生まれの黒人、ハバ社族の奴隷の子なので、ビラール・ワルイコール・ハバシーと称することが多い。 真っ赤で入信した最初期のムスリムの一人。彼の主人によって、帰怯を迫られ拷問を受けているところを、アブーバクルによって買い取られて解放された。ヒジラの後、イスラム教団の礼拝の方法を整備する過程で、肉声による礼拝の呼びかけが定められ、美声であったとされるビラールが最初のムアジンに選ばれたという。ドバイの映画制作会社、バラジョーヌエンターテイメントによって、 ビラールを題材にしたフル 3D アニメーションビラルが制作され2015年に公開予定である。ありがとうございます。